back the layers of the part I've been playing for you. Used to be so easy. Now I get queasy and things start going wrong.雪がね、かなり積もる雪に変わってきましたね。新しい発見です。してなかったですね。でもね、ニュースでは今季最大の寒波が来ているらしいですよ。明日の朝がもしかしたら目覚めたら埋まってるかもしれませんね。っていうか埋まってそうや。これはちょっと安心しすぎましたね。服装はね、雪中キャンプのためにね、新しい服装買ってきたんで試してみようと思って、ちょうどいいんですけど、たまらんなこれは。こんなに降ってるとは。見てください、昼間なのに0度になってますね。気温が0度です。ちょっと辛くなってくる。びっくりや、これは本当に。雪ってね、本当は嫌なんですが、こうやってね、木についてるのは綺麗ですよね。パウダースノーだとね、やっぱこういう風に木にピチャッとくっつかないんですよね。また違った意味で綺麗ですね、この真っ白な木。綺麗やわ。まもなく目的地付近です。全然違うな。こんな駆け上がりなかったもんな。雪でボーンってなっとったんやな、ここ。埋まっとったんや、これ。平坦やったもんね。めっちゃ綺麗。うわ、いい感じやわ。全然危ないよ。どこまで来たの、危ない。
一緒になんかしてたらすぐ来るんですよね。ほらほら、遊びたいな。あずきも尻尾を取るわ。はい、サイトの方決まりましたね。めちゃくちゃ雰囲気のいいサイトになりました。しかもね、今季初の雪中キャンプになりますね。雪中キャンプになっちゃいましたですね。びっくり。さあ、今回も楽しんできますよ。楽しんでいこう。ああ、いいわ。よいしょ。ああ、全部埋まっちゃった。よし。よっしゃ。広げていこうか。よいしょ。このグローブめちゃくちゃいいですよ。これおすすめですね。雪中で早くお世話になってます。雪かきの時なんか特にね。そしてね、このテントをね、雪中キャンプで選んだ理由、ここ案外味噌なんですよね。この吹き込みですよね。吹き込み防止にね、雨の時ももちろんですけど、雪の時も吹き込み防止できます。こいつです。これあるとないとじゃ大違いなんですよ。これ本当大違いだから。これね、ここら辺とかね、もう雪ってね、ふわっとしてるからね、巻き込んでくるんですよね、もう風で。これが嫌だったね。これでね、もうここら辺に荷物置いててもね、全然気になりません。両方とも閉めちゃう。いい感じやわ。うん。もうね、荷物を運び込むためにね、パップテントとね、連結させました。これね、連結させてね、キャンプするのもありですね。これありやわ、全然。開けたまま。ここで寝床にしてね。これもいい感じですね。新しい発見です。このテント最高や。まだ雪がしんしんと降ってるわ。着いた、よかった。よかった。これでつかんか思った。届いてよかったです。
ああ大変じゃ。不安定じゃ。不安定なんじゃ。人だらなくしたんでね。これね、おやつ食べていきたいと思いますね。今日はね、コリコリ豚ホルモンがね、安売りしてたんで、これコリコリ豚ホルモン買っちゃいましたね。めちゃくちゃ美味しそうなんですよ。ネギも全部乗ってます。塩って書いてましたね。あ、そうそうそう、まだね、まだっていうかね、雪がね、かなり積もる雪に変わってきましたね。今日の晩、一晩中降りそうですね、これは。あー大変そうやわ。明日の朝が大変やろな。でもね、見てると癒されますよ。これ寒さ的にもね、これ服がいいのかもしれませんが、まだ寒さマシですね。オリーブオイル出してこう。オリーブオイルもね、温めときました。温めとかないとね、これ固まっちゃうんでね。あ、もう固まってる。だいぶ出てこない。ちゃいますよ。おりゃ。あ、もうお腹がね、めちゃくちゃ空いてるんですよね。もう腹減った。これもうささっと食べてね、ご飯の方作っていきたいと思いますね。これと、あ、塩コショウのめっちゃうまそうな香りしてるわ。もう食べたい。早く食べたい。あったけえ、この湯気。この湯気美味しい、幸せ。あー、うまっ。さあ、それじゃあね、一つちょっと食べてみますよ。うまそう。うんね、めっちゃうまい。ちょっと火切ろう。もうその名の通りコリコリホルモンですね。うまっ。うめっ。この景色をね、見ながら最高の贅沢やわ。これで温泉あったらな。冷やしときましょう。はい、今日の方のね、晩ご飯は僕
ぼっかけになりますよ。私ぼっかけ大好きなんですよね。ぼっかけでご飯食べるぼっかけ丼最高ですよ。あ、ぼっかけ丼って大根入ってませんよね。大丈夫ですね。さあ作っていきたいと思いますね。すごいことになってるぞこれ。やばい、シャーシャー言ってる。わわわ、よし、それではね、作っていきたいと思いますよ。作るっていうかね、もうぶち込んでいくっていう感じですね。まずこのね、筋たちをこっちに入れちゃいますね。筋今日はね、たくさん買ってきましたよ、これ。普通はね、こんだけ買う人いないでしょ。一人の家庭で。よいしょ。よいしょ。これがでも美味しい味出してくれるんですよね、筋って本当に。いい油も出るのよこれ。よっしゃ、ここにちょっとね、生姜スライスしたやつをね、臭み消しということで入れていきますね。このね、筋はボイルされてるんでね、この臭み取りはしませんね。もう一回ボイルされてるんで、あとはこんにゃくちぎって入れるだけですね。簡単、時間がかかるだけ。ただこんにゃくの方めちゃくちゃ冷たいですよこれ。やばい、痛い、手が痛いですね。あー、でもこれこんにゃくもまた美味しい味出すんですよね。これもまた美味しいのよね。あー、うまそう。もう想像ついてきた。よいしょ。あー、手痛い。なんちゅう寒さや。ここにね、醤油やみりん入れていきますよ。ドバドバドバーっとね、もう目分量です。目分量でね、あとは味をね、確かめながら調整していきたいと思いますね。どんな感じなんやろこれ。こんな感じでいいのこれは。よっしゃ、いい感じになったんじゃない、これ。うまそうだぞ。砂糖がわからんな、案外甘め好きですからね私。よっしゃ、こんなもんやろ。とりあえずこれで火にかけていきたいと思います。よし、焚き火しよう。サビ、これつかんな。なんでこれ。あ、ついた。よしよしよっしゃ、いい感じや。よし、オッケー。これでね、もう火がついてくれるでしょう。こんな感じ。ああ。うわあ、すげえ。ほんと、火ってあっという間に回っちゃいますよね。火事の恐ろしさがほんとよくわかるわ、これ。大丈夫かね、もうちょっと前出そうか。これ火が上がっとるな。よいしょ。あ、
しょ。今ね、気温計の方見たらマイナス 0.7 でしたね。マイナスいっちゃってます。何度まで低くなるか楽しみですね。めちゃくちゃ寒そう。朝特に寒いですよね。あー、焚き火に当たってると気持ちがいい。あったかいですね。火の方ね、落ち着いてませんかね。めちゃくちゃ落ち着いてませんかね。もうかけていきますね。これね、水を足していてね、ちょっとグツグツさせていきます。あー、美味しくなあれですね。腹減った、もう限界や。もうできちゃった頃ですね。開けちゃいますよ。オープン。おー、うまそう。めっちゃ煮詰められた感じが美味しそうですよね。っていうか、さっきからね、めちゃくちゃ食べちゃってます。めっちゃ食べちゃってますね。これうまいのよ。もう美味しかったです。私の車もね、もう20万キロ行きそうなんですよね。すげー走ってくれてる、ありがたいわ。そろそろ買い替え時かなとか考えながら。20万キロってすごいですよね。まあ、日本車って本当にすごい。日本車ってめちゃくちゃ走るらしいですよ。中古車で売られて海外で走ってるのを聞くとね、めちゃくちゃ走るって。しかもオイル交換なんてほとんどしてないってね、海外じゃ。すごいな本当に。ありがとうやわ本当に。皆さんはね、車買い替えるときはどういったことで買い替えてますかね。よかったらね、コメント欄の方に書き込みお願いしますね。何万キロぐらいなったら買い替えますよとかね、なんかトラブルあったら買い替えますよとかね、あったら教えてくださいね。今ってタイミングベルトとかもないですもんね。10万キロでの。ぼっかけの方できましたね。最高のぼっかけできましたよ。しかもね、今ストーブの上でグツ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 やってくれてますね。さあ、ご飯ついで食べていきたいと思いますね。もうお腹ペコペコなんすよ。よいしょ。ご飯の方ね、ちょっと時間が経っちゃってるんで少し冷えてそうですけどね、まあ、まだね暖かいです。これね、暖かいのが残ってるの、やっぱり土鍋の、おお、ほら湯気出た、湯気、土鍋のおかげですよね。土鍋じゃないとね、すぐ冷えちゃうから。保温力もありますからね、土鍋は。ありがたいですね。冬キャンプには特にもってこいじゃないかな、これ。うまそう。ちょっとね、控えめにして土手をね乗せたい。あの、土手は別に取ろうか。よっしゃ、土手丼にしせずに土手は取っていくから、これ山盛りでいいわ、山盛りでいいわ。絶対食うし。あ、でもお米が冷えるからね、これぐらいにしときます。お米冷えちゃいますからね。よし、早く閉めてね、保温しときましょう。よし、それじゃあね、お味噌汁の方作っていきますよ。お味噌汁ならなんか単にええんじゃない、何やったかな、
お店花丸キーやった、何やったかな。よいしょ。あ、味噌の、うん、うまい。味噌のいい香りがする。そしてこれ今回ネギですね。このネギも足しちゃいましょう。ちょっとね、赤い、入った入った。これだけでちょっと寂しいんで。そして今回ね、買ってきたこれポット、あ、危ない、危なかった。あちゃ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 、このね、買ってきた新しいポットになりますね。さあ、おー、いい感じ。このポットってほんと便利ですよね。温かいお湯がすぐに出せるっていうのはほんとキャンプにと、キャンプでもね、他でも家の中でもね、役に立ちますよね。あー、このネギをね、もっと散らしてと。そして火をなるべく通したいんで沈ましてと。よし、味噌汁も準備万端ですね。あとはぼっかけついていくだけです。よし、開けてきますよ。ほら、ちょうどいい日陰になってますよね、これね。めちゃくちゃいい。さあ、よそってこい、よそってこい、よそって、よそっていきましょう。よーし、取ってきますよ。もう大胆にね、いっちゃいます。これめちゃくちゃうまいのよ、これうますぎるのよ、これ。卵もね、じゃんじゃん。あちゃ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 。よし、ここにね、ネギの方を乗せたら出来上がりです。最高でしょ、これは。よっしゃ、あとはね、最後の仕上げですよ。ずっと冷やしてあったこのビールの方取ってきますね。これで完璧やば。よっしゃ、さあ揃いましたね。食べていきたいと思います。いただきます、いただきます。さあ、それではね、こちら金麦の方いただいてきますね。もうキンキンですよ、これ。周り雪がもうまとわりついてますね。溶けてない、全然。おー、もう持ってる手がね、もう縛れてきちゃいます。飲んじゃおう、飲んじゃおう。さあ、キンキン金麦いっちゃいますね。ほんと手が痛い、さっきから。あー、幸せの瞬間です。いただきます。あー、めっちゃくちゃ冷えてる。ここまで冷えてる、冷えてるビールそうそう飲んだことないですね。うまい。あー、まずはね、こちら冷え冷えになっちゃいますからね、味噌汁飲んじゃいます。あー、しみうま。あー、めっちゃうまいです。そしてぼっかけ、よし、ぼっかけいっちゃいますよ。ちょっとどこや、どこや。あー、こいつはこんにゃくや、こんにゃく。あ、出てきた、出てきた、筋出てきた。あ、こういうのっすよね。これうまそう、やばい、ここここやばそう、テカってる。めちゃくちゃうまいっすよ、トントンしてね。食べちゃいましょう。あ、あーか、あかか、皮が、あ、うん、うん、うまい、めっちゃうまい、味しみしみ。うん、あ、ご飯ちょっと冷えちゃってる。うん、最高です。うん、うまー、ご飯何杯でもいけるわ、これ。よし、次はね、こんにゃくと一緒に食べていきましょう。
ああ、幸せモード全開ですね。ほら、ブリンブリン。うん、おいしいじゃないかい。めちゃくちゃうまい。これ何にでも入れたくなりますね。うん、うまし、うん、最高。次は筋食べて卵。うん、うまい。あれ、これな、かけちゃ、食べちゃったんで、ちょっとねご飯少し残ったところにご飯足して丼作っちゃいますね。丼食べてこの。ぼっかけ丼にしてね、このぼっかけのねタレがね米に染みることによってこれまた絶対美味しいですよ。よっしゃ、食べていきましょう。ぼっかけ乗せていきますよ。見てこれ、あー落ちた、拾わればあーどんどん落ちていく、もったいない。私は拾って食べる方です。あーもったいない、あれは絶対拾おう。ほら見て、うまそう、これ輝いてます。ここにネギちょっと乗せちゃう、ネギ乗せちゃう。かけ丼食べていっちゃいますよ。ぼっかけ、お店に食べに行ってね、ぼっかけ丼でもねこんなにも乗ってないですよね。ぼっかけがもっとでかい丼ぶりなのにぼっかけが少々。あ、うん、うん、あーあー、ご飯に染みてる。うん、これが最高の食べ方ですね。うまい。あーあ、うん、あ、けだものやん。ほら木のそばでな、木のそば好きやでなこいつら。あ、作ったかい、あった。ワンちゃんたちのご飯の時間ですね。ご飯です。よし、ゆずゆずおいで、ゆずゆずゆず。なんか手がおかしい。あーあー、でも冷えてきましたね。めちゃくちゃめちゃくちゃ冷えてきた。ゆうちゃんたちも小豆もペロッと食べちゃいました。小豆はゆうちゃんを狙ってますよ。もうね寒くてね、キャメラメル巻きアート飲んでますね。
ああ、温まりますよ。体が冷えてくる。ああ、甘い。出ますね、外パサパサ聞こえる。ああ、今日も一日終わりましたね。楽しい一日でした。久しぶりのね、雪中キャンプ楽しかったですよ、やっぱり。しかもね、今年は防寒対策をね、より強くしたんですよね。本当はね、前はこのナイロンじゃないのを使ってたんですけど、やっぱりさちょっと寒かったんで、今回はねダウンにしちゃいました。焚き火するときにねちょっと不安がありますが、ちょっとダウンにしてみましたね。ナイロン素材です。溶けちゃうかもしれませんが、まあ大丈夫でしょうということで。だからねめちゃくちゃね寒さ全然マシでしたね、まあ、寝床もね去年と同じくなんで寝床はバッチリなんですよ。もう寒さがない。あと寒いのはやっぱり去年もそうだったんですけどね、足ですよね。足裏から来る冷たさですね。これはねやっぱり防ぎようがないですね。去年はねあの足の裏の専用のカイロ貼ってましたね。今年もね貼ろうと思います。やっぱ荒れないとあかんのかな。足先痛くなりますねやっぱり。皆さんもね雪中キャンプいろいろね考えて、これ使うといいよとかねあったらねコメントの方に書き込みお願いしますね。あ、こんなことあるんだとかね。はい、それでは寝たいと思います。おやすみなさいです。失礼しますね。